はい、こんばんは、友吉ガレージです。プラモデルね、昼間に、このカルソニックスカイラインですね、 R31 のカルソニックスカイラインを、まあ、磨き出して、400番から2000番まで磨きました。で、一応ね、これサフェで白かシルバーに吹きたいと思ってやってるんですけど、まあ乗ってもいいとこはもう全部ちょっとつけました。マフラーとかね、デフのとこらへんね。で、なんかこんな吸気口とかね、まあシルバーに塗ると思いますけど、で燃料タンクとかも塗りました。で、バンパーはね、これ今パコンとはめてるだけなんで、はい、これはね、中からこのヘッドライトのところね、つけらなダメなんで、今は合わせてるだけです、このバンパーはね。で、後ろのとこはトランクはもうつけました。で、羽もつけたんですけど、これもちょっと軽く磨きます。で、テールのとこもね、これ、中は磨いたんですけど、外はちょっとね、磨いてないんで、ちょろっとこの上から磨きます。はい、まあまだ磨き足らないとこがありますけど、そこは後々ちょっと明日でも磨きながらエアブラシで拭きたいと思いますね。こ、一応ね、こんなとこはつけてますね。グループ A のやつですね。で、もうこのね、デカールもちょっと見にくい、もう僕もちょっと老眼なんで見にくいんですけど、横のね、名前、その当時乗ってる人の星野さんですね、とか、のデカールを貼っていきたいと思います。で、こんなんね、まあ椅子ねのとこの、これはシートベルトの方ですね、こんなんもついてるんで、まあ後々つけていきたいと思います。で、これが見にくいですかね、これが33番のとこですね、が消火器のやつですね。はい、まあ一応こんな、まあ見にくいと思うんですけど、35番からね、40番かな、41番ぐらいのとこまではメーター類のとこですね、デカールですね。僕もね、このこのグループ A とかレーシングカーのプラモデルを作るのが初めてなんで、皆さんね、どうしてるんかなって思って、YouTube とかも見てるんですけど、皆さんもちょっとこのね、つけていくのはまず簡単っては言うてますけど、ロールバーとか以外やったらね。で、ロールバーとかこのデカール針が難しいらしいです。はい、まあそれで、
この、ね、カルソニックスカイラインを作るか、この、ね、31のグロリアを作るか、ちょっと朝は迷ってましたけど、ね、前の動画でカルソニックスカイラインを作るって、まあ、クレスタの後に作るって僕が、報告してましたんで、まずはじめにこのカルソニックスカイラインを作っていきたいと思います。まあね、難しいんで、その細かいとこもいっぱいありますから、削っていったりとか、ね、細かいとこは、筆で塗っていったりとかもしますし、ね、まあ1ヶ月からそうですね、エアブラシでしたらもう天気の加減で塗れない時もありますんで、まあ時間はかかると思います。でも綺麗に丁寧に作っていきたいと思いますんで、そこはまた途中経過もずっとやりますので、動画配信を見てください。まあね、まあ次はね、この1ヶ月か1ヶ月半ぐらいかかるかもわからんのですけど、このカルソニックスカイラインを作ったら、このね、31グロリアを、セドリックを作っていきたいと思います。これ中身をね見たらね、グロリアのグリルはついてるんですけど、ヘッドライトとかねはセドリックのヘッドライトなんで、もうセドリックに作っていきたいと思います。で、前ね見せた、ブロアムビップの方はグロリアなんで、セドグロでいきたいと思います。で、その次にね、まあ長々となるんですけど、このね貴重なレクサスを作っていきたいと思います。これは一番最初のレクサスですね。はい、まあ形はねセルシオなんですけど、左ハンドルのレクサスなんで、これも パールツートンにするか黒にするかですね。もうね、ちょっと手をつけてるんですよ。このなんですかね、ね、ダッシュボードとかはこのやって、これはブルーメタリックですね。タミヤのブルーメタリックを塗ったりとか、筆で塗ってますこれは。で、このハザードのとこも赤色でちょっと塗ったりとか、で、このね、エアコンの空気口のとことかも、このまあ黒の墨入れですねのやつで塗ったりとかもしてます。これは僕の友達が塗りました。綺麗やと思います。で、これは前にサフを白色のサフを拭いてそのままにしてます。で、筋彫りをして黒の墨入れをして、で、まあドアのね取っ手の部分とかこのグリルの部分とかねは
こねて加工してます。はい。で、まあホイールがもともとこのゴールドなんで、それをシルバーに塗り替えたいと思ってます。これはね、まあ1ヶ月か、まあそうですね、正月明けぐらいですね、このレクサスはね。まあね、この車もやっていきたいと思うんですけど、ガンダムもやっていきます。前言うてたね、このゴブですね、もうちょっと明日がね、あの天気が雨降らんっては言うてるんですけど、ちょっと曇りでちょっと悪いっぽいんで、その天気がね、あのカラソニックスカイラインのやつもちょっとまた磨いたりとかで、このグフも、全部磨いたりとかしていきます。そこもあの途中経過とかも全部教えますので、また見てください。まあそれではあの一応ね、あのパッと磨いたよっていう感じで、でこのシャーシのね下もちょっとはつけたよっていう報告でした。はい、それでは今日はこの辺で終わらせていただきます。はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンをお願いします。はい、それではトモキチガレージでした。お疲れ様でした。